さあ、今回の名品は何でしょうか。お、ランタンがたくさん並んでる。かっこいいな。ってことはキャンプ用品のお店かな。僕も大好きなんだよな。再生の舞台はビブラント。ヴィンテージランタンやオイルランプなどの照明器具をはじめ、さまざまなアウトドア製品の販売やメンテナンスを行っているキャンプ好きには知られたお店。今回こちらで再生するのが、今回はこのコールマンの 200A というランタンですね。はい、これはガソリンを使うランタンで、年式が71年1月製だから52歳、はい、52年目のランタンですね。アウトドア用品の老舗ブランドコールマンのランタン 200A。1901年アメリカで創業したコールマン。キャンプギア全般を取り扱う世界屈指のアウトドアメーカーとして有名ですが、創業当時の主力製品はランタン。こちらのコールマン初の屋外用ランタンはおよそ90メートル四方を照らすほどの明るさから真夜中の太陽と称されました。その後も100年以上数々のランタンを製造。今回の名品は1951年に発表された 200A。 32年間製造され続けたロングセラーモデルです。人気なのはね、色味と形でしょうね。はい、まあ、この丸いガラスですね。これが可愛いっていうのと、赤が映えるっていうの。ザ・レッドという愛称で呼ばれる鮮やかな赤色が特徴の 200A。 このモデルだけが持つ絶妙な丸みも人気の理由です。タンクの形とかも原稿はもうちょっと角張ってるんです。ここが絶妙なデザインのハマりどころが良かったんだとは思うんですけど。主に4種類に分けられるランタン 200A は明るさと燃焼効率が魅力のガソリンランタンです。 200A は廃盤になった後も人気が上がり続けています。まあ古いもんなんでだんだん減っていきますよね。で、減ってきた中で最近ランタンがブームになったので、日本だけじゃないんですよね。香港も中国も台湾もそういうところにどんどん流れていくので、だいぶ減ってきているのではないかなと。真っ先になくなっていくモデルです。はい、今回独自のルートでアメリカから取り寄せたというコールマン 200A。 再生を担当するのは代表の石門さん。キャンプ業界歴34年のベテランです。このランタン状態はどうでしょうか。これはもう開けてみないとわからない。はい、パッと見綺麗なと思ってこうやって日本にやってきて、開けてみるととてつもないやつがいたりするので、はい、よくあるのが、なぜかここに蜂は巣を作りたがるんですよ。で、開けると蜂の巣とか、あと蜘蛛の巣ですね。はい、もういろんなこういうこのパイプの中から爬虫類の、ミイラ化したやつとか、いろんなもん出てきやすいんで、そういうのも全部掃除してきれいにしてから売ってます。はい、ざっくり、まず一個一個の機能が生きてるかどうかをチェックします。で、ダメなところ探しながらまず一回全部バラバラにします。バラしたらこういう真っ黒になっちゃってるパーツとかを磨いてきれいにしながら、さらにダメな部品は、直しながら修理しつつ、だんだん今度組み上がっていって、最後きれいに点灯した状態で
4時間ぐらいつけっぱで消えなければ OK でお店に並びます。ダメだったら途中で消えちゃうこととかあるんですよ。でそれはなんかどっかに原因があるんで、その原因を探しながらもう一回バラして修理って、はい、果たして無事に再生できるのでしょうか。いよいよスタートです。まずこれ全部名前があって、これベイル、ベイルで、このネジがボールナットで、こうネジも一個一個部品の名前があるんですよ。なので注文とかするときに名前覚えておくと間違えたもんが来なくていいよっていう。でもうこの時点でここが今テカテカなんですよ。これね、多分ガソリン漏れた後なんで、こういうのはお掃除しないと燃えちゃうことがあるので、とにかく使ってんのがガソリンなので、そういうところを気をつけながらだんだんと修理をしていきます。よいしょ。あ、もうここでこの空気がもう入らないんですね。ガソリンランタンならではのポンピングと呼ばれる操作、タンクの空気圧を上げ燃料を押し出します。通常は指先に抵抗がかかるはずですが、スカスカの状態になっているそう。なので先にここ直します。これが動かないと何のテストもできないので、ここのこの中にこうポンプカップっていう革のパッキンですねがあるんですけど、これが今綺麗に四角い形になっちゃってるんですね。断面で見るとこれがもう固まっちゃってて、うまく空気が入らないっていうのが今起こってます。ポンプカップが固まってて空気が入らない、どういうこと？内部構造が分かるサンプルを使って詳しく解説してもらいました。ポンプがこうやってポンプされてる、でこの皮がキュッて内側向いてると、ここに隙間ができて空気が入っていかないんですね。はい、なのでこれを今ギュッと開いてこの管に密着させて、おりゃって空気入れてるっていう状態。なるほど、筒に密着させるために固まっちゃったのをほぐさないといけないんですね。これを柔らかくします。ちょっとこう機械油をつけてですね、よいしょ、もみもみします。野球のグローブ買った時カッチカチで油塗りながらこうもみもみしてだんだん柔らかくするじゃないですか。あれと同じ要領です。こちらがほぐされて柔らかくなったポンプカップ、これで再利用することができるのだそうです。もうこれでここは復活してます。ところで内部では入れた空気が上に向かうようになってたけど、これはなんでだろう？そうなんです。なんでかっていうと、このライン、ガソリンが入るラインがこの辺で、ガソリンチューチュー吸っちゃうんで、空気は空気の層に最初から送り込むようにこういってこういって空気が入るっていう。はい、よくできてますね、本当ね。はい、なるほど。ちなみにこの構造、現行のモデルでもほぼ一緒だそう。それにしてもこの内部が見える 200A、 一体何のためにあるんですか？これタンク割れててもう再生不可能だったんで、ゴミになるところだったんで、僕はあの店長に嫌な顔されながらずっとここでちょん切ったんです。いやー、ランタンへの愛を感じますね。今日今回ここ綺麗で良かったですね。この中外したらここにいろんなもん入ってるんで、とてつもないもんがいっぱい出るよ。掃除してから出してくれたかも、アメリカの方が。まあ、そういう優しい人がいる。次のチェックのためポンピングで空気をため、
ガソリンを入れる給油口を開いていきます。ここを軽く開けます。シューって音が鳴ってます。ってことはもう着実にちゃんとタンクの中には空気が溜まっているのでタンクは大丈夫よっていうのと、今ガソリン入った状態でこうやってポンプ空気を入れていく、これポンピングっていうんですけど、この作業をしてタンクにもしクラックが入ってたりするとこの時点でピューってガソリンが出てきます。古いもんなんで割れてたりしてガソリンが漏れたりすることがあるんですけど、これは漏れてないのでタンクはもう大丈夫よっていう感じ。燃料漏れのリスクが高まり安全性が落ちるためタンクの補修はしないそうです。今回の名品にも穴がないことを確認し一安心です。続いてポンプノブをチェックしていきます。ここに火を近づけます。で、これ今何を見たかというと、もう一回これで説明すると、ここに金色の部品があります。これチェックバルブって言います。で、ここにちっこい玉があるんですね。こう空気が入ったら空気圧で押されてこっちに来るんですよ。今度こっちから空気入れるときは玉が向こうに押されて向こうに行く、逆止弁になっている。で、この逆止弁が機能してなかったらここからの空気が、せっかく入れた空気が逆流してこっちに出てくるので、逆流してるとここに火がつきます。で、これ今火つかなかったのでこのチェックバルブはちゃんと動いてるよっていう状態になります。はい、ここまで来たらまずタンクは今正常ですよ。だから、このバルブを開きます。開くと今風が出てます。空気です。で、今ガソリン出て始めました。ガソリン出てるからガソリンの通りは今のところ大丈夫ですよっていう状態です。にゃよし、きた。よで外して、これも外します。で外すと、よいしょ。次にここもガソリン、ここから出てこの管の中通るんで、ここも一応見ます。こういう感じでガソリンが出れば OK、 はいですね。なのでここは正常に動いてるよ。で、このバルブを外します。ちょっとこっちに行きます。よしよしよ。ここだけは万力を使います。万力で挟みます。ここからタンクを持っていやって回します。で、まあ、なんでかっていうとこの部品が真鍮なので、真鍮ってすごい柔らかい金属なのでこっち回すとここがぐにょって曲がっちゃうことが多い。タンクを回してあげてまっすぐ回すことでここが綺麗にうまく外れるよっていう。で、次の問題がこの中ですが、あーここも綺麗わこれはここからガソリン吸い上げてるんですね。ガソリンを吸う管で、これがタンクの中に入ってて一番底からガソリンを吸い上げる。これをフィードチューブっていうんですけど、これも真鍮製でして今すごい綺麗ですけど、ひどいと緑色って言って青い、まあ、これ若干緑色出かけなんですけど青いサビが出る。これは緑色がついてしまったパーツ。緑色とは銅などが酸化することでできるサビの一種。古くなった10円玉でも見られます。ここに小さな穴があるんですけど、でついてるとこれが詰まっちゃう、詰まるとガソリンが入んなくなるっていう悪循環の元になるので、ここも必ずチェックしてます。はい、これで
ほぼバラバラの状態。一旦ここまで。こう見ると思ったよりパーツは多いんだな。各パーツをさらに分解し、洗浄と磨きの準備。数が多いため店長の中村さんがアスケットに来てくれました。燃焼機関の部品って基本的にはもう真鍮なんですよ。ガソリンがここから吸ってってここに上がってっていう、まあ、一つその過程の部品は全部真鍮なので、しっかりこれから落としていくというような感じですね。取れてこうへん。取れてきた。これもね、本当はこんなガチャガチャやんなくていいんですよ。さっき僕あの革にオイル塗ったじゃないですか。あのオイルが劣化して中でベタベタになって固まっちゃって取れないだけだ。普通こういうことにはならない。だからパッと見綺麗でも蓋開けてみると何が起こるかわからないというのは、そういうところに魔物が潜んでおります。分解したパーツ類は鉄製と真鍮製に分け、それぞれ別々の液体につけて汚れを浮かしていきます。真鍮パーツの方に注いでるのはお湯で、お湯でやることでベタっとしたオイルとかも浮いて取れていくので、だいたい全体的に綺麗になっていきます。長いと1日やってます。これパーツの汚れが浮いてきたら続いて磨きの作業。これが真鍮って熱が取れないんでしばらく熱いんですよ。もうこれで簡単に汚れは取れてるんで、こう綺麗にな金色になるんですよね。さらに研磨剤で磨いちゃいます。もう磨いて磨いていくとこう綺麗な金色になっていくんですよ。これが本当の真鍮色で、やっぱこうせっかく買ってもらうなら綺麗な方がいいので、こうこんな感じになるんですよね。これくらい金色になったら OK。これを全部やっていきます、はい、テストで燃やすとあっという間にまたくすむんで本当一瞬です。綺麗な時間、はい、綺麗な時間は一瞬だけですが、全てのパーツを丁寧に磨いていきます。これが止まんないんだよね。本当に集中しちゃうと、そう、ふらーっと来たお客さん見逃すけど、もう分からへん真剣にこうやってる多分こういうのが好きなんだろうな、俺な。いやもうちょっとやな、ずーっとやってるもんね、やりだしたら。はい、綺麗になった。汚れていた真鍮パーツが気持ちいいぐらい綺麗になった。いやー、この後の再生も期待が高まるなー。